ウェストブルックはアメリカ合衆国メイン州南部海岸のカンバーランド軍に属する都市である。2010年の国勢調査では人口17,494人だった。ポートランド市の郊外にあり、ポートランドサウスポートランドビデフォード大都市圏に属している。ウェストブルックとなったところは当初プレサンプスコット川の逆らっぱ岳にちなんで、 サカラッパと呼ばれており、1814年2月14日まではファルマスの一部だった。その時にストラウドウォーターとして分離し法人化された。それから間もなくトマス・ウェストブルック大佐にちなんで、ウェストブルックと改名された。ウェストブルックはラルシンプ戦争の時の指揮官であり、初期開拓者で製粉所の運営者であり、国王の代理人だった。1871年、 サカラッパが現在のウェストブルックとディアリング町の二つの自治体に分かれ、ディアリングは後の1898年にポートランド市に併合された。1891年、ウェストブルックは市として法人化された。サカラッパ滝と根人滝が市内にある初期の工場に水力を提供していた。1829年、サカラッパ滝のところに製材所が建設され、 木材で知られる町になった。その後に続いた製品としては、穀物袋、機械と水車、四輪馬車、ハーネス、長靴、短靴、モカシン、鈴食器、革ボード、レンガ、木箱、箱用部品、食料と小麦粉があった。ポートランド製造会社が、逆らっぱ滝のところに、面繊維工場を建設し、敷布、し模様生地、ダック生地を作った。 アモンコンジンと呼ばれるインディアンの農耕地だったところのカンバーランドミルズでは製紙工場が建設された。1859年までに年間1000トンの紙を生産していた。1867年、工場の名称は SD オーレンペーパーミルに変えられた。1832年、オックスフォードカンバーランド運河が開通し、ポートランドからウェストブルックとセバゴコを経由して、 ハリソンまで結んだ。1871年までは商品の主要な輸送路だったが、ポートランドオグデンズバーグ鉄道にその役割を譲った。この運河の名残がメインターンパイク高架道に近いストラウドウォーター、通りに沿ったビーバー池やウェストブルック高校とオックスフォードカンバーランド、運河小学校の間の森の中などで現在も見られる。ウェストブルック市は 北緯43度41分7秒整形70度21分26秒、北緯43.68528度整形70.35722度 43.、43.68528-70.35722に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は17.33平方マイルであり、このうち陸地17.12平方マイル。 水域は0.21平方マイルで、水域率は1.20%である。市内を2つの川が流れている。プレサンプスコット川が市内中央を流れ、逆らっパ滝と根神滝という2つの著名な滝がある。ストラウドウォーター川は市の南西部を流れている。ハイランド湖の一部が市域に入っている。市内を週間高速道路95号線、アメリカ国道302号線、 メイン修道22号線、25号線が通っている。修道25号線には産業道路もある。ウェストブルックの東はポートランド市、南はサウスポートランド市とスカボロー町、西はゴーラム町とウィンダム町、北はファルマス町と接している。地方道町内には小さな道路が通っている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウェストブルックは大都市ポートランドの郊外として、独自に事業基盤が成長し、中核となる、中賃外地区が発展している。多国籍企業のアイデックスラボラトリーズインクが市内に本社を構えている。中心街に加えて市内企業の多くがウェストブルック産業団地と、 ファイブスター産業団地という二つの産業団地にあり、またメインターンパイク出口48の周辺地域にもある。市内には、さっぴリミテッドのウェストブルック製紙工場と研究開発センターがある。工場は元の s d オーレンペーパーミルであり、かつては3000人以上雇用し、市税の50%以上を収める市内最大級の雇用しかつ納税者だった。しかし、 外国との競争や設備の老朽化により、その従業員数と生産高を劇的に減らした。今日、この工場は市場のニッチに特化し、薄利紙では国内最大級の生産者になっており、従業員は約300人である。その後、カルパインウエストブルックエナジーセンターが、この製紙工場をしのいで市内最大の納税者になった。セバゴモックの加工場もある。 進行に基づくポートランド事前病院が小さな地域病院であるマーシー・ウェストブルックを運営している。ここには小さな緊急処置室医室と入院患者治療設備がある。スプリングハーバー病院はメイン州南部で唯一の民営精神科治療と回復のセンターであり、ウェストブルック市内にある。オールドブリッジ・ストリート学校1920年頃、 カトリック・エヴァンゲリカル・フリー・ルーテル派、メソジスト・ユナイテッド・非カ派・非表示、ペンテコスタル・ユナイテッド・チャーチ・オブ、クライスト・ウェストブルック氏は、市政委員会が統治しており、小選挙区から選ばれる五人と、自然体から選ばれる二人の合計七人で構成されている。有権者登録数隣接するポートランド市や、サウス・ポートランド市と同様に、ウェストブルックには、住民が認識する地区があるが、 法的なあるいは政治的な用途ではない。しかし、ポートランド市とは異なり、これら地区を示す表示はない。ウェストブルック高校などの学校にある、スポーツ複合施設に加えて、市内には、下記のような公共のレクリエーション地域や施設がある。ウェストブルックでは、2002年メイン州、リトルリーグ選手権、大会、2005年シニアベーブルース州選手権、大会、2005年12歳。 リトルリーグ、ニューイングランド地域選手権大会2006年13歳、ベイブルースニューイングランド選手権大会で優勝してきた2008年15歳、ベイブルースワールドチャンピオンシップは準優勝だったウォーカー記念図書館1912年頃、フレデリック・オーガスタ・ストンプソンが設計ありがとうございます。